ソードフィッシュ。ソードフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。サーゴ級潜水艦の一隻。艦名はメカジキにちなむ。ソードフィッシュは1937年10月27日に、カリフォルニア州バレーホノメア,アイランド海軍造船所で、寄港した。1939年4月3日に、ルイーズ・ショーヘップバーンによって、命名、浸水し、 1939年7月22日に、艦長、チェスター・シー・スミス・中佐、アナポリス1925年組の指揮下収益する。成長及びメアアイランドでの成長後修理の後、ソードフィッシュは1941年まで、カリフォルニア州サンディエゴの沖合で、作戦活動に従事した。その後、真珠湾に開港され、に配備されるため11月3日に、両艦山積、サーモン、 スタージョン及びスキップジャックと共に真珠湾を出港22日にフィリピンのマニラに到着した。ソードフィッシュは真珠湾攻撃が行われた1941年12月7日までマニラに泊まる。真珠湾攻撃の翌日である12月9日、ソードフィッシュは最初の紹介で海南島及びインドシナ半島方面に向かった。12月9日、 11日及び14日に敵艦数隻を攻撃し、特に14日の攻撃では、陸軍輸送船カシーマル、国際汽船、8407トンを撃破した。12月16日、ソードフィッシュアの地点で、サンアから関東に向かっていた、陸軍輸送船アツタヤママル、三井船舶、8660トンを撃沈した。これは、第二次世界大戦において、アメリカ軍が、 日本商船を沈めた初の戦火であった。12月27日、ソードフィッシュは19日間の行動を終えて、マニラに帰島。日本軍がマニラに迫りつつあったので、間もなく、アジア艦隊潜水艦隊司令官少将、イカ司令部のスタッフを乗せジャーのスラバヤに向かい、1942年1月7日に到着した。1月16日、ソードフィッシュは2回目ので、 セレベス海を呼び、フィリピン方面に向かった。1月24日、ソードフィッシュは、セレベス島、マなど近海で、特設砲艦妙剣丸、東亜海運、4124トンを撃沈。妙剣丸を外した、不発魚雷1本は、日本軍飛行艇基地に飛び込み、回収、調査された。対戦商会に当たっていた執事常大、尉97、式飛行艇基長は、 日本軍飛行艇基地に侵入し、チャンスを伺っていたソードフィッシュを称賛している。2月20日、ソードフィッシュはルソン島のマリベレス湾入り口で先行し、日没後に浮上。コレヒドール島から脱出していたフィリピンのマニュエル・ケソン大統領一家を上官させた。ソードフィッシュは、嫌い腹を越えて2月22日にパナイ島のサンホセに到着した。 ケソン大統領とその一行はここで、紹介帝母艦に移乗した。ソードフィッシュは、マニラ湾に戻り、フランシス・ボーズ・セイアー高等弁務官を上官させ、脱出。3月9日、ソードフィッシュは52日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。4月1日、ソードフィッシュは3回目の紹介で、コレヒドール島に向かった。この紹介では、包囲された。 コレヒドール島に対して40トンの食料を送り届ける任務も与えられていた。しかしながら任務が完了して、ソードフィッシュがアンボン島付近の紹介を命じられる前に、コレヒドール島は5月6日に日本軍の手に落ちた。この紹介で発見できた船は一隻のみで、しかも射程外であった。5月1日、ソードフィッシュは31日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰投した。5月15日、ソードフィッシュは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。5月29日、ソードフィッシュはの地点で、前日5月28日に、シールの砲撃により損傷した、陸軍船立つ、福丸、立巻船、1946トンを撃沈する。6月12日にもタイランド湾、プロワイ沖で輸送船ビルママル、南洋海運。 4585トンを撃沈した。7月4日、ソードフィッシュは50日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長が、アルバート・シーバローズ調査、アナポリス1928年組に変わった。7月27日、ソードフィッシュは5回目の紹介で、セレベス海、ツール海及び中砂諸島方面に向かった。しかし、この紹介では戦果を上げることはなかった。 8月31日から9月3日にかけては、精査諸島を偵察。9月21日、ソードフィッシュは55日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。スミス少佐が艦長に復帰し、ソードフィッシュは10月18日にフリーマントルを出港して、ブリースベンに開港され、シドニーに帰港の後10月29日に到着した。10月30日、 ソードフィッシュは6回目の紹介でソロモン諸島方面に向かった。ブユゲンビル島、セントジョージ海峡方面などを紹介し、11月13日と11月17日の2度にわたって攻撃を行って4400トン級輸送船一石撃沈の戦火を報じたが、この紹介での実際の戦火はゼロだった。12月19日、ソードフィッシュは50日間の行動を終えて、 ブリスベンに帰還。艦長が、ジャック・エイチ・ルイス・少佐、アナポリス1927年組に変わった。1943年1月9日、ソードフィッシュは7回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。1月19日、ソードフィッシュはの地点で、駆逐艦シグレとト97式飛行艇に護衛された3隻の輸送船からなる6号輸送衛船団を発見し、 陸軍輸送船明宝丸、東亜海千4122トンを撃沈した。10発の爆雷を投下されたが、被害はなかった。2月7日、ソードフィッシュは、水上航行中に爆撃機を発見し、先行。改めて確認すると、味方の B-17 であることがわかり、浮上した。改めて調査したところ、エンジンルームや電池室などに被弾しており、 d 17が誤って攻撃したものと考えられた。2月23日、ソードフィッシュは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰還。デスレヘムスチールに開港され、オーバーホールに入った。オーバーホール中に艦長がフランク・イーパー,アーカー少佐アナポリス1932年組に変わった。オーバーホールを終えた、ソードフィッシュは6月19日に出港し、 6月25日に真珠湾に到着。しかし、6月29日に環境で火災が発生し、電気系統を焼損して、レーダーも使用不能となった。直ちに復旧工事が行われ、工事終了後の7月下旬には訓練を再開した。7月29日、ソードフィッシュは8回目の紹介でパラオ方面に向かった。8月22日、 ソードフィッシュはのパラオ南南東約600キロ地点で、ラバウルからパラオに向かう、お703船団を発見し、陸軍輸送船西山丸、板谷商船、3016トンに魚雷を2本、命中させて撃沈した。9月5日昼頃にはのホーランジア北北東300キロ地点で、上枠に対する輸送船団を発見。ソードフィッシュは、陸軍船,船舶、 3,203トンに魚雷を命中させて、撃沈した。9月20日、ソードフィッシュは57日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。バローズ少佐が、艦長に復帰した。10月24日、ソードフィッシュは9回目の紹介で、日本近海に向かった。しかし、11月18日に、和歌山県市、江崎近海の紹介海,海域に到着直後、 モーター部が焼きつく事故が発生。修理の上、紹介は続行された。11月27日には、駆逐艦3隻に護衛された空母を発見するも、爆雷攻撃に阻まれて攻撃できなかった。12月5日、ソードフィッシュは42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、カールジハンセル少佐、アナポリス1923年組に変わった。 12月26日、ソードフィッシュは10回目の紹介で日本近海に向かった。紹介海域に到着して紹介を開始。1944年1月13日、ソードフィッシュは稲田橋島近海で先行中に爆撃を受けた。ソードフィッシュは爆発の振動で一時エンジンがストップし、音響兵器も損傷した。ソードフィッシュは反撃を切り抜け、 修理の後紹介を続けた。同日夜になって輸送船団を発見し、追跡。翌1月14日になって、すぐの0時35分に、八丈島八十根湾で、巨雷11本を発射。3本が海軍徴用船山区に丸、山下機船、6921トンに命中し、これを撃沈した。2日後の1月16日未明、 ソードフィッシュは、三倉島近海でお取り船として活動中の特設砲艦で、リーマル、大阪商船、二千二百五トンを発見し、魚雷を一本命中させた。デリーマルは、全部防失後、三時四十分頃に沈没していった。一月二十七日にも八丈島北方で、特設砲艦かさ丸、日本郵船、3140トンに対して、魚雷を2本発射し、 命中、これを撃沈した。2月7日、ソードフィッシュは40日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、ケイツイーモントロス少佐、アナポリス1935年組に変わった。3月13日、ソードフィッシュは11回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。この紹介では4月5日に輸送船団を発見し、3度に、 渡る攻撃を行って5000トン級輸送船2隻に損害を与えたと評価さたが、いずれも撃沈は確認できなかった。4月29日、ソードフィッシュは46日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。5月22日、ソードフィッシュは12回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。6月9日、ソードフィッシュはの父島近海で、 サイパン島への増援部隊を乗せた第3606船団を発見。水平線に浮かび上がった護衛の駆逐艦昇風に対し、ソードフィッシュは全部発射艦から魚雷4本を発射。2本を命中させ、松風を撃沈した。松風を失った船団は、父島に入港した。6月15日にはの地点で、先の第3606船団に加入していた。 海軍庁用船ルビー,アールビアマイコ、RB ルピア、ルピア RT 完成し、RT ルピア、ルピア、ルビーマル、大気船、4804トンを撃沈した。6月26日と27日、30日には、トロール船あるいは特設艦指定を発見して、砲撃したが、戦果を上げられなかった。このうち6月30日の攻撃では、三人地方、 20ミリ機銃の艦固有兵器の他に、トミーガンやバー、スプリングフィールド M1903 小銃なども使用された。7月9日、ソードフィッシュは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。2度目のオーバーホールに入った。12月22日、ソードフィッシュは13回目の紹介で、南西諸島近海に向かった。ミッドウェイ島で給油し、 12月26日に同島を出港。この紹介でのソードフィッシュは通常の紹介任務に加え、来る沖縄戦に備えた沖縄島の海岸線の写真偵察を行う任務が与えられていた。1945年1月2日、ソードフィッシュは南西諸島海域での任務の遂行を第38任務部隊ジョン・エス・マケ・インシニア賞の沖縄に対する空襲が 完了するまで保留する様命じられる。ソードフィッシュは北緯30度、東経132度を中心とする薬島近海海域を中心に紹介する様命じられた。これらの任務に関して1月3日に行われた通信がソードフィッシュからの最後の通信となった。1月9日、一連の空襲が終わったことに伴いソードフィッシュは 特別任務遂行のため、沖縄近海への帰を命じられた。任務は、担当海域到着後7日以内に完了するものと考えられ、ソードフィッシュは1月11日に海域に到着した。任務完了後、ソードフィッシュは無線での連絡ができない場合、サイパン島もしくはミッドウェイ島に向かう予定であった。サイパン島に向かう場合は1月18日。 ミッドウェイ島に向かう場合は1月29日が到着予定日であったが予定日になってもどちらにも姿を見せなかった。さらに2月15日になっても両島においてソードフィッシュは確認できず無線連絡も取れなかった。ソードフィッシュは2月15日をもって喪失が認定された。ソードフィッシュの喪失に関する報告書では 当時沖縄近海を紹介中のケートが1月12日の朝5時頃にレーダーで味方目標を観測したとしている。その目標の位置はと推定されソードフィッシュとのものと考えられた。4時間後にケートは同海域で航空機からの爆雷攻撃を受けておりソードフィッシュの喪失はこの攻撃によるものではないと考えられた。しかし日本側の記録では ケイトが報告した1月12日の対戦攻撃について言及しておらず、ソードフィッシュが受けたとされる攻撃の記録も存在しない。この頃、日本側は解剖艦を主力として AS-1 作戦と呼ばれる対戦相当作戦が実施されていた。しかし、その作戦は東、シナ海で行われており、ソードフィッシュの行動海域とは外れる。また、東、 シナ海には潜水艦の侵入に備え合計16,500個もの機雷を1944年1月から6月まで4度に渡って布設していたことが知られていた。機雷の大半は密集して布設されていた。ソードフィッシュは特別任務のため沖縄に到着する前に爆雷攻撃によって沈められたか、同海域で機雷に接触して沈没した可能性は同等に考えられるが、 断定できるほどの明確な決め手はない。なお、東、シナ海に付設された、平井省は、1944年1月から4月に、かけて起点としてを終点とする海域に付設されたもの、同年6月に付設された起点として230度の方向165キロにわたって付設されもの、同じ6月に起点として50度の方向165キロに、 渡って付設されたもの、及び1945年1月に、女島東台の230度を起点に約45キロに、渡って付設されたものの4つがあった。また、当該海域には、ソードフィッシュやケイトの他にもパーチーや、グアムアプラ港駅等中のパファーが行動しており、パファー及びパーチーも1月12日に航空機を探知し、パーチーは、 攻撃を避けるため先行していたことを記録している。ソードフィッシュは12回目の紹介までに21隻、合計11万3千百トンの船を沈め、加えて8隻、計4万5 8八百トンに上る船を損傷させた。また、ソードフィッシュは、第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖書を受賞した。ソードフィッシュの記念碑は、 ミネソタ州セントポールのコモパーク動植物園近くのチャーチルストリートに建立されている。記念碑は魚雷が台座の上に展示されたもので、台座には乗組員のリストとソードフィッシュの間の歴史が刻まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。